おはようございます、しょぼうです。今回は11月に購入した文房具紹介です。10月の中旬から11月の初旬にかけて購入した文房具をご紹介していきます。今回はですね、少ないです。少ないな、うん。ご紹介する文房具はトラベラーズノート一式、イルミリーウィッシュリストセット、手作りペンキット、ズートノート、ゾウラミーとキャンパスのコラボノート、こちらの5点。少ないですね。今回は急がずにご紹介できそうです。ガチャ。では1つ目、トラベラーズノート一式からお話ししていきたいと思います。最初に買ったトラベラーズノートが使う用途が決まって、デコ、カスタマイズって言ってもいいのかな、カスタマイズができて仕上がっちゃったんですよ。その形で使っていこうっていう、組み合わせ的にも用途的にも決まってしまって、それを他のことで使わないだろうなと思って、他のことで使うトラベラーズノートは別に用意した方がいいんじゃないかと思いましてね、購入したわけですけども、まあその他の用途でも使うぞって思うぐらいにはトラベラーズノートのことが好きになっておりまして、2冊目を購入したというところです。2冊目はブルーです。結構濃いので、一見ね黒だか青だかわからないんですけど、こちらの革が黒で少し色味差が出てると思います。青です。こちらのカスタマイズはサブチャンネルの方で動画に出しておりまして、メインチャンネルでは初めての内容なので一応見ていきますね。まずここ開きますと、東京駅にあるトラベラーズファクトリーで購入したステッカー、これをクラフトファイルに貼って表紙としています。めくると最初についてくる無地のリフィルなんですけども、これを両面デコしてね、旅行をテーマにまあトラベラーズノートなんでね、旅行をテーマにして、チケット表裏両方ともチケット、こちらは松山のライズタッシェさんでいただいたチケット、そしてこちら裏側船の絵が描いてありますけど、これはヘルシンキとストックホルムを結ぶバイキングラインというね、バイキングラインというフェリーのチケット、これ実際私が乗ったものなんですけど、それを貼っています。ちょっとね、軽くリフィルに使っちゃっていいのかどうかっていうのはあるんですけど、まあこういう感じで取っておくのもいいかなと思いまして、デコに使ってみました。そしてクラフトファイルに挟んでいるものは以前からね使っているんですけど、まあ、ちょっとこれ目隠し用の目隠し用と、まあ、メモを書く用のクラフトっぽい付箋と、キャンパスの小さいノートを拡張できる用の付箋ですね。これ、縦なんですけど、こう開いて、ここにのり付けしてあって、この折り目がついてるんですよね。なので、まあ、こちらで説明しますけど、こう貼って、畳める、拡張できる、書くとこが拡張できるということで、小さいパスポートサイズでも少し広く取れるということで、この付箋を入れて、まあ、もしたくさん書くことがあったら拡張しておこうかなというふうになっております。そしてグラスクリップは以前は飛行機柄のやつだったんですが、こちらのねロゴが黒くなっているもの、これを購入しました。一時期ね在庫があまりなくて、私出会えなくて、ようやく最近になって教えていただきましてね、
購入しました。たまにないですよね。それで裏に回りますと、これね、プロッターのリフター兼ペンホルダー、これをマスキングテープで貼って留めています。これはインマイルームの店さんが、このペンホルダーはいろんなノートに、システム手帳とかいろんなノートに貼り込んで、このペンホルダー使いやすいんで使ってみましょうということをおっしゃってて、それを真似しました。結構タイトに入れてます。このノートね、2冊入れようかなと思ってたんですけど、こうタイトにやりすぎて2冊やるとずれちゃうので、もうこれも1冊で使おうかなと。ここにね、こうギリギリくっついてるっていうことがしたかったんですね。ということでね、トラベラーズノートクラフトファイルブラスクリップを購入しまして、後のものはうちにあったものを使ってセッティングをしました。今ね、ユニボール1をつけてますけど、これはね、長さがうちにあったジェルボールペンの中で一番このサイズに近いものでしたので、ユニボール1を挿してます。ちょっと最近ユニボール1ばっかり使っているような気がしますね。まあいいいいですけどね、使いやすいので、という感じのトラベラーズノートでした。続いてはイルミディのウィッシュリストセットです。イルミディの第3弾でしたかね、今回のシリーズがね。もうね開けてあるんですけども、こういったセットが入っています。一回出しちゃったので、この裏表が合ってるかどうかわからないんですが、こんな感じで2本のペンと、こちらね、ウィッシュリストとトゥードゥーリストが入っています。試し書きしていきましょう。購入したのはウィッシュリストですけれども、こちらのペンの色はナイト桜です。つまりはこちらのナイトカラー、ブルーブラックに近い色、これをこすると桜色になるというペンです。よよよよよよ、ちょっとね、出だしかすれちゃってますね、はい、こんな色で、もうちょっと塗りますか。これは 0.4 ミリだそうです。結構細めですね。0.4 にしては細い印象に見えます、私には。これを後ろ側でこするとピンク色になりますよというペンです。フリクションだとね、消えなかったっていうか、少し跡が残った時に消えるんじゃなかったっけみたいなことを思いますけど、こちらは色が変わるので、そこのなんか不満と言いますかね、そういうものが感じられなくていいですね。はい、こちらの 0.4mm、 ここに 0.4 って書いてありました。 0.4mm のナイト桜のボールペンです。これペン先シナジーチップなんですね。シナジーチップで、シナジーチップで書きやすいという感じになっております。もう一本のペンの方もやっていきましょう、はい、こちらカラーマーカーで、こちらもねナイト桜です。私が悪いんですかね、多少こする、ゆっくりやった方がいいですね。ゆっくりやるとかすれない。早くやるとね、なんか多少かすれがっていうのはペンの圧の問題なんでしょうかね。ゆっくりやった方がいいですね、はい、これをこすっていきます。
くっきり色が変わりますね。境目がはっきりしてていいかな。作例でこうちょっとこの私が不器用で調整がついてないんですけど、こういう交互に色を出すと綺麗ですよみたいのがあって、確かにねって思います。これいい使い方かな。こう塗ってね、塗り方下手ですけど、こう塗ってこっちこする、これ難しいんだけど、こう綺麗に仕上げるのはちょっとね、慣れが必要だと思うんですけど、こういった感じで色を変えてもいいのかな。ここね、二度塗りとか三度塗りとかした時はより強くこすらなくちゃいけないので、なるべく一度で変えた方がいいのかな。こうこのライン状の色が変わるって結構いいですよね。まあ、慣れたら、もうちょっと慣れたら今かなり力入れてこすってますけど、もうちょっと慣れたらうまく描けるのかな。こんな感じで使えるので、とても楽しそうですよ。これは五色展開なんですけど、他の色は同系色で、まあ、薄くなったり明るくなったりという変化なんですが、これだけはね、まるっきり色味が変わりますので、これが一番楽しそうだなとは思います。楽しさの観点ですからね。マーカーとして消し込んでいったりとか、目立たせたりとかね、していくと、また他の色も有用なのかなと思います。そして最後にですね、こちらウィッシュリストとトゥードゥーリストなんですが、まあね、ウィッシュリスト、これこんなに100以上あると思いますよね。こっち側のが100になるようになってるんですかね。これこんなにこの小さい紙で必要かどうかっていう、むしろトゥードゥーリストはこのくらいの紙でたくさんあってもいいかなという感じです。それでですね、私これ勝手に勘違いしてたんですけど、付箋だと思ってたんですけど、普通のノリのない用紙でした思い込みって怖いですね。あ、これはマステでノートに貼るんですかね。終わったらかな。それとこちら、この中に挟まれてたものなんですけど、ナイトから桜へのグラデーションなんですね。これね、特に何に使うってことはなかったんですけど、まあ、ノートにデコとかの時に使うといいのかなという感じのイルミディのウィッシュリストセットでした。かなり遊べるペンセットで、もちろんね、それぞれ単体で購入できますんで、私はマーカーをおすすめしますかね。マーカー買ってトゥードゥーリストとか、覚えたい項目にラインを書いて、どうにか覚えられたぞっていうところで桜色に変えるとかっていいなと思います。では次いきます。続いてはダイソーで購入しました手作りペンキットです。あの商品のダイソー版といったところですけれども、ちょっと開けていきましょう。内容物は 1.0 ミリと 1.6 ミリのペン先と芯がくっついたもの、それと芯ですね、これにインクを吸い込ませる、そしてお尻のキャップ、こういった内容になっています。ちょっとね、やっていこうと思うんですよね。今回は
こちらペリカンのですねトパーズでやってみたいと思います。真上からなので見にくいと思いますけど、これをね8割程度吸い込むまで浸しておきます。ちょっと怖いですね。おお、結構早い。細い方に入れます。このくらいかな。結構早かった。びっくりしますね。と、ああ、もう入れちゃえ。拭いてから入れるそうですけど入れちゃいます。お話をしてたら間に合わなさそうだったので拭かずに入れちゃって、綺麗じゃないですね。ごめんなさいね。なんかよいしょ。次やるときはもうちょっと頑張れるかな。そうするとここね、今ずーっと通っていきまして、かける状態になるのかな。よいしょ。ちゃんとやるとき拭いてくださいね。これはちょっと失敗したな。もうちょっと押し込みますか。今失敗したので今度は落ち着いてもう一本ちょっとやります。予定になかったですけど色変えます。急遽用意いたしました。同じペリカンのタンザナイトです。やっていきましょう。ちょっといろいろ大変なことになってしまいましたけど、いきますね。よいしょ。ペーパーを用意して待っています。もう8割って書いてありましたけど7割でいいんじゃないですかね。これをちゃんと今回はね拭いて行きましょう。よいしょ。こうして入れて、綺麗になってますよね。いやー、さっきはちょっと焦りましてひどいことになりましたけれども、まあできました。試し書きをしていきましょう。ではまず最初トパーズの方からですね。あー、万年筆で書くより薄く出るですかね。これね、薄く印象を受ける。まあ特に水で薄めたりとかしてるわけではないので、そもそもこの面積でトパーズのインクを塗るとこのくらいの明るい色になるんだと思いますけども、以前つけペンでテストした時はもうちょっと濃い印象でしたけど、あんまり変わらないのかな。うん、多少明るく出るというか薄くのるんですかね。紙にインクが薄くのる印象です。続いてまだちょっと、ね、先まで行ってなくて細い方がよくペン先まで早くインクが通るような気がします。もうちょっと置いておきたい感じですが、少し斜めにすれば使えるかな。タンザナイトこうですね。やっぱりそうですね、インクが紙に薄くのるっていう感じでいいと思います。特に薄まっちゃってるわけじゃなくて、手を止めてこう、これがここがね、端っこで申し訳ない、ここが多分万年筆で出したインク量ぐらいだと思うんですけど、これで書くとだいぶインク量が少ないのかなという感じはしております。まあ、100均商品なんでね、特に会心もなくて一回使い切りだという感じなんですが、こちらね、残念な仕上がりと、ちゃんとした仕上がりと、インクは8割じゃなくて7割ぐらいで取り出さないと、取り出した後も上に登ってきて大慌てになってしまいますので、落ち着いてこれを使うときは落ち着いてやっていただければと思います。ということでダイソーの手作りペンキットでした。続いてはズートノートゾウです。こちらね、手を入れると分かるんですけど
だいぶ小さいノートで、正方形というのもなかなかね珍しい感じですかね。とっても可愛い。裏もね、これが何かっていうのはまあ後で紹介しますけれども、この像がですね可愛すぎる。いいお値段なんですけど、まあ結構ノータイムで購入しましたね。売り上げの一部がね動物園に寄付されるということで、はい、中を見ていきたいと思います。先ほど手がインクまみれになってしまったので紹介順を間違えた上で、このノートに色がつかないかと心配しておりますけれども、はい、これねカバーがありまして、こう覗き穴っていうんですかね、こう象の顔だけ切り取るようにできていて、実は全身入ってますと。ここにずっとの可愛いロゴも入ってます。札幌丸山ずっと入ってまして、こちら尻尾ですかね、尻尾が入り込んでいます。そして裏側、先ほどのこのね小窓から覗いていたのはお尻でしたというところです。そして象の一日のうんちの重さはっていうクイズが出ています。ちょっと表から開いてみましょう。こちらアジアゾウの説明があります。丸山動物園にいるのがアジアゾウなんですよね、きっと。説明がありまして、これリサイクルうんちペーパーらしいです。まあまあ、そのこのね繊維が入ってますけど、これがゾウのうんちらしいです。中身は普通なんですかね、はい、ちょっと画用紙っぽい薄いザラザラとした紙ですね。これもね飾っておくでいいような気がするんですよね。これをどう使うか、いやもちろんあの使った方がノートとして正しいと思うんですけども、可愛すぎてねもったいないので、こう飾っておきたいですね。絵本みたいな感じ、何度も見て楽しむ、飾って楽しむみたいな、そういう感じで、ただひたすら可愛いノートね。これ小さいですけど、このサイズでいいな、このサイズだから成り立っていると言ってもいいかなと思って、ちょっとしたプレゼントとかでも喜んでいただけるようなノートだと思います。では次行きたいと思います。最後はキャンパスノート、ラミーとキャンパスのコラボ商品。この黄色がねラミーっぽくていいじゃないですか。今回ね、このソフトリング、これ特別仕様の、もうその見た目だけじゃなくて、中紙もね、こちら書いてありますけど、5ミリドットセクションズの中紙には万年筆のインクに適した八つ口の特注紙を使用していますということで、公式ページを見ますとね、帳簿用紙というものを使っていて、結構古い、1930年に開発されたという。表面は滑らかで密度がやや高く引き締まっているため、筆圧に凹凸がつきにくく、高級筆記用紙としての上質な書き味を実現していますと。万年筆との相性もいいということでですね、ちょっと特別なノートになっています。まあラミーの万年筆に合った紙を採用している、まあ、ラミーだけじゃないんでしょうけども、一応そのコンセプトとしてラミーに合わせた紙にしているということなんでしょうね。裏はですね、ここキャンパスのところがラミーになってまして、こちらにはラミーとキャンパスノートが出会いました、サファリシリーズの世界観を取り入れた特別デザインですと書いてあります。さて開けていきましょう。ちょっとねこの黄色がカメラで色が少し変わっちゃってるんですけど、ラミーご存知の方はこのラミーの黄色、それを再現した表紙の色になっています。
ちょっとね、ごめんなさいね、色が変わっちゃうんで、うまくより黄色っぽく見えちゃってるかな。はい、そしてこれ厚紙、表面ちょっとザラザラになってます。そして中はドットホーガーで、こちらにねラミーキャンパスっていうロゴが印刷されています。いつものキャンパスノートよりより張りのある感じになってますね。ドット方眼で50枚、まあ最後まで特に何か書いてあるわけではありませんけれども、まあまあ特別仕様のちょっとかっこいい、質感もいい、ラミーのロゴのテカリ具合もいいじゃないですか。こういったキャンパスノートになっています。では試し書きしていきますけれども、私ラミーの、まあ、サファリとか持っておりませんので、毎度毎度のプレピになります。はい、プレピです。万年筆に合う紙ということで、お、これ最終ページに書いているからかもしれませんけど、紙固く感じます。それとサラサラ系なんですけど、結構こう書いててザラザラというんですかね、振動が伝わってきます。音も聞こえてますかね。固めなんですけど、なんかやっぱりインクは染みてというか、その乾きが早そうですね。あんまりぼやーんとインクが乗ってるっていう感じがありません。うん、ちょうどいい抵抗感かな。まあ当然その万年筆に適している紙を使っているということで書きやすいですね、やっぱり。それと一応ですね、万年筆はなくてローラーボールですけど、同じ色のもの書いていきます。あ、ちょっとインクのノリが悪いかな。こことか立てて書いて、逆にこちらはなんかボールの周りが悪いのかな。このまま裏抜けチェックといいますか、インクのりチェックに進みたいと思います。試し書きしてみました。いつもチェックしているインクですと特にのりが悪いということはありませんでした。逆にインクドバドバ系の方が綺麗に書けているような気はします。うん、ちょっと裏抜けチェックはしますね。もう全然ですよ、全然 OK ですので、インクフロー多めのペンの方がボールペンではねいいような気がします。うん、ちょっとこのエナージェルのインディゴブラック、はい、こちらのねエナージェルと変わらないんですけど、広がらない感じですね。エナージェルとかサラサドライってその 0.5 って言っているよりも少し書いた後で広がると言いますか、太いイメージがあるんですけど、ね、やっぱりサラサドライのが太いは太いですけど、いつも使ってる感覚よりは細く出ている感じに思えます。キリッとした印象に見えています。はい、といった感じで、これこのバージョンのソフトリング
ずっと出てくれないですかね。ずっと出てほしいですね、これね。うん、とても良い紙を使っているような気がします。素人なんで、あんまり断言しないようにしたいと思いますけど、はい、そんな印象を受けました。といった感じでですね、キャンパスとラミーのコラボノート。今回は黄色を購入してきましたけども、このノートの他に白と黒がありますので、ちょっと派手だなと思っている方は、そちらを購入されてもいいかもしれません。そしてこちらのノートはロフトで購入したんですけれども、こういったシールをいただきました。これ、この限定出てる間中もらえるのかもしれませんけども、こういったシールも記念になりますからね、ぜひ一冊購入されてはいかがでしょうか。キャンパスラミーのコラボノートでした。ガッチャ。今回は今までで一番少ない購入点数だったような気がします。普通このくらいがいいですね。ご紹介するのも一つ一つ丁寧にできた気がしております。いつもより点数少ないのに収録時点での尺がですね、倍ぐらいになっておりまして。これから編集で短くしていきますけれども、丁寧にやりすぎちゃったかなという感じの10月の中旬から11月の初旬にかけて購入した文房具のご紹介でした。今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上、書房でした。ではまた。